頑張る。国松様、ありがとうございました。ここで高市大臣がお見えになったようです。それでは皆様、お待たせいたしました。本日の特別ゲスト、内閣府特命担当大臣、衆議院議員の高市早苗様がご到着されました。高市大臣、本日はご公務ご対応の中、糸目正樹市政を語る会にお越しいただき誠にありがとうございます。皆様すでにご承知のこととは存じますが、高市大臣のプロフィールを簡単にご紹介いたします。また奈良2区より選出の衆議院議員を現在9期目を務められておられます。それでは高市早苗大臣よりご講話を頂戴したいと存じます。高市大臣、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。今日は、私がとても仲良くしていただいている糸目正樹さんの、政府報告会に、こんなに大勢の皆様駆けつけていただいてありがとうございます。福岡市に伺うのも久しぶりのことになりますけれども、先ほど私がその入り口のあたりに着いた時にですね、ちょうど我が妹有村春子さんが熱弁を振るっておられました。私が週刊誌の取材を受けた時にですね、最も尊敬する女性政治家は誰ですかっていう中で名前を挙げたのが有村春子さんでした。自分より履歴が下なのにと向こうに聞かれたんですけれども、素晴らしい、発信力、皆様に支えていただいて、信念を堂々と貫き、そしてもう言葉遣いがめちゃくちゃ綺麗ですよね。あなた町でも一緒です。もう見習うところがたくさんある、有村先生でございます。そしてまた私は一昨年の、秋からですね、去年の夏の参議院選挙が終わってちょっとまで、政調会長を務めておりました。衆議院選挙、参議院選挙2回の、公約を作り上げて、そしてまた全国遊説に回っておりました。そんな中で本当に皆様に、お世話になったんですけれども、今回、ちょっとこの原因区ということで、いろいろ、調整が大変だったなと、承知をいたしておりますが、おととしには、小寺さんが大変なお力添えを賜り、そしてまた昨年は小寺さんが、素晴らしい、応援を賜りましたこと、心からまずはお礼を申し上げます。糸目さんとの、付き合いでございますけれども、この通りの感じでございますので、国家間は、何かと似たところが、ございます。それだけの、ご縁ではないんですけれども、とにかく一昨年の総裁選挙で、私がしくじってしまいまして結果を出せなかった後もですね、とにかく頑張れ頑張れと、いうことで、県内でも講演会作るからって言って励まし続けてくださってる、大切な同志でもございます。で、今日は、せっかく国政の話、ご本人の、その施政報告の前にですね、前座で、国政の話をしていいか、いうことでございましたので、ちょっと国の話をさせていただきます。で、皆様の中で、もし、覚える方、また覚えられる方がいらっしゃったら、頭に入れておいていただきたいなと思うんですけれども、日本の食料自給率、今ご承知の通り 38% でございます。で、諸外国どうかって言いますとね、アメリカの食料自給率 121%、
だからアメリカに住んでらっしゃる方がみんな食べてもまだ余るんです。まあ、余った分は輸出ができる 121% で、フランスが 131% です。で、まあ、ドイツ、まあ、少し低くなるんですが 84%、 イギリスが 70%、 中国が 76%、 で日本はもう一度言いますが 38%。 なかなかこれは厳しい状況でございますよね。でもう一つ、エネルギー自給率って、一体どれくらいなんやろ、これはアメリカは 104%、 でもフランスで 54%、 ドイツで 34%、 でイギリス、日本と同じ島国ですけれども 71.3% で、中国は 80% で、日本は残念ながら 12.1% でございます。で、まあ、おととしの10月1日に自民党政調会長になりましてから、まあ、3つ、主に3つですね、この公約を取りまとめる以外の、まあ、課題意識として、まあ、3つのことにすぐ着手をいたしました。まあ、まず、おととしからスタートしたのが、安全保障の問題でございます。まあ、もうこれはご承知の通り、自民党から去年の4月になかなか、とんがった提言書が出まして、で去年の12月に、皆様ご承知の通り、防衛関係の関連3文書、というものが改定されましたよね。まあ、一つは国家安全保障戦略、大体これ10年に一遍見直されているのが、まあ、前回は2013年でしたから、まあ、どっちにしても去年か今年見直さなあかんかったやつなんですが、国家安全保障戦略で、もう一つは、昔は防衛大綱と呼んでて、これも10年に一遍ぐらい、見直すということやったんですが、これがかなり前倒しになりまして、これは防衛大綱ではなく、この名前が変わりました、国家防衛戦略というのになりました。で、まあ、3つ目、3つ目が昔は中規模って呼んでたやつです。まあ、大体5年ごとくらいの防衛力の整備計画だったんですが、まあ、今回中期って言葉が取れて、防衛力整備計画という名前になりました。まあ、いずれにしてもこの3つが、しっかりと見直され、閣議決定をされました。まあ、それに基づく議論、まあ、それの基礎を作る議論は、おととしの12月、まさに衆議院選挙は10月、の終わりでございましたので、まあ、それが終わって、まあ、翌月にですね、まあ、新しく党の政調の役員も固め直して、で、まあ、そこから12月に議論をスタートいたしました。まあ、よく去年あたり立憲民主党が、ロシアがウクライナを侵略したから、まあ、だから日本を待ってて、3文書を見直すのかとか、それから反撃力とか、まあ、そういう言葉を使うのか、まあ、こういう批判をしてましたけど、これはもう全然違います。おととし10月の衆議院選挙の公約にもしっかりとこの3文書の見直し、防衛力の強化、それからまあサイバーとか電磁波とか宇宙とか新しい分野における防衛のあり方、まあ、これをしっかりと検討を進めていく旨、おととしの10月の段階で書かせていただき、12月から議論をスタートさせました。で去年、まあ、年が明けて、2月の24日に、まあ、ロシアがウクライナ侵略と、まあ、いうことで、まあ、目に見える範囲の侵略です。まあ、それより前にサイバー攻撃ですとかいろんなことがあったんでしょうけれども、戦争が始まりました。で、まあ、その頃なんですけれども、食料安全保障、まあ、さっき自給率の話をいたしました。食料安全保障とエネルギー安全保障、これをもう徹底的に自民党で、組織を立てて、議論をして、でいい提案を内閣に対して、提出してほしいと、まあ、いうことを、まあ、指示をいたしました。まあ、結果ですね、まあ、相当、しっかり議論をしていただいて、おかげで去年のこれ12月27日ですね、政府の方で食料安全保障、強化政策大綱というものが決定いたしました。で、まあ、食料安全保障、まあ、何をすりゃええかということですが、まあ、何が起きても、まあ、例えば海外で戦争が起きて、そこから輸入しているようなものが入って、昆虫があるのあるんです。まあ、幸いですね、ロシアやウクライナから小麦よりも輸入はしてませんでしたが、まあ、世界中の小麦価格は高騰しましたので、その煽りは受けました。まあ、トウモロコシはロシアから 0.2% だけ輸入してましたけれども、それを
別に供給体制に影響はなかったんですが、まあ、全体的に 値上がりをする、また各国取り合いになりますから品薄になる、こういう状況が起きておりました。しかし、まあ、これからのことをいろいろ考えると、そういう戦争とかだけじゃなくてですね、例えばその日本に輸出をしてくださっている国で、気候不順で、まあ、もうその作物が取れなかった都市とか、それからまあ考えたくはない方がほとんどだと思いますが、まあ、仮に台湾有事が起きる、バシー海峡が使えない、まあ、これが輸送に影響を与えるってこともあるんです。それからまた、日本国内でですね、天災が起きて、でまあ流通ルートなどに支障が出るってこともあるんです。まあ、今も卵も大変ですよね。まあ、これも卵は日本、国内で、作っているけれども、まあ、鳥インフルエンザ、なんかでも随分随分大変な状況になっています。でも、まあ、あらゆる様々なことが起きても、もう日本人は日本国内で必要なものをちゃんと食べられると、みんなが飢えることなくですね、しっかりと必要なカロリーを取れる、こういう状況を作るっていうのは、もうこれはもう政治の危機管理として、リスクの最小化として、もう本当に大事な取り組みやと思っております。で、まあ、自民党からの提言も受けまして、今、農水省の方で一生懸命進めていただいておりますけれども、まあ、例えば、米粉用の米、作付けしてください。それからまた小麦、作付けしてください。大豆も作ってください。まあ、その代わり、例えば米粉用の米、作る言うたら、まあ、そこからですね、製粉せんかったら何もなりません。米粉用の米を、今ちょっと国の方で基準が厳しくなりましてね、前はよくノングルテン、っていう言葉じゃなくてグルテンフリーっていう言葉が、皆さんよく耳にされたと思うんですが、まあそれでもそれよりもはるかに厳しい、もうほぼほぼそのグルテンが入ってない、要は小麦アレルギーの人が食べても全然大丈夫な、ノングルテン、米粉という基準ができましたので、まあ、新しく製粉工場を建てて、まあ、そのラインではもう米粉以外は扱わない、一切混じり物がないと、まあ、いうような形で米粉の生産をしていくと、これはもう世界に市場が広がります。とにかく今、アメリカでもヨーロッパでも、まあ、パンとかパスタとか、まあ、ケーキとか、またピザですね、こういったものを召し上がってきた方々、まあ、そういう国々でも、小麦アレルギーが、すごく増えている、まあ、そうなると日本の、世界一厳しいと言われる基準のノングルテンの米粉っていうのは世界を席巻することになっていくと思います。まあ、米粉用の米の作付けとか、小麦の作付けとか、今農水省も一生懸命応援してますし、またその加工する、でそれをまた、商品にしていく、まあ、そのための支援も始まりました。まあ、しっかりと私たち食料安全保障を取り込んでいってですね、でこれはまた日本の経済発展につなげていく、海外にも市場を見出していく、まあ、この取り組みの今絶好のチャンスだと思ってます。それからエネルギー安全保障、まあ、これはこの間から、原子力発電所安全を確認した上で再稼働するのか、そして運転期間を延長するのか、まあ、これ今までの法の枠組みに加えて、あの点検なんかで停止していた期間分を上乗せしてもいいよと、まあ、その間にも30年超えたら10年ごとにこう検査、厳しい検査がありますけれども、まあ、そういったことをクリアした上で、運転期間をその停止してた期間分を上乗せをしようということで、まあ、来週あたり、まあ、おそらく、経済安全保障、経済産業省の方から、法律案が出てくるんじゃないかなと思っております。まあ、こんな取り組みもありますけれども、まあ一昨年私が一生懸命総裁選挙で訴えておりましたのは SMR、小型モジュール炉、それからその次の世代への贈り物として核融合、まあ、これの実現に向けて今こそ日本は大型の投資をせないかん、この主張を、まあ、覚えていただいている方いらっしゃるかもしれません。今もあんな大きな原子力発電所をですね、あっちこっちに新たに建てるっていう時代じゃなくなってきたと私は思ってます。まあ、SMR も
まあ、原理的には原子力発電と同じ、システムで発電をするんですが、まあ、原子力発電の一種なんですけれども、とっても小さなシンプルな炉です。トラブルが起きにくい、そして、まあ、メンテナンスがしやすい、まあ、この小型モジュール炉、主にアメリカで開発が進んできました。日本国内でも独自で開発している企業があります。でアメリカのニュースケール社のが多分一番早く世に出てくるかなと思うんですが、ここには IHI とか人気とか私たちがよう知っている日本の企業も参加してます。で最初は2029年頃の完成って言ってたのがだいぶ早くなりそうですから、まあ、もしかしたらあと3年ぐらいのうちにですね、その小型のシンプルな炉、これが入ってくる可能性が見えてまいりました。まあ、そうすると、まあ、一応これは原子力発電ですが、ちっちゃなシンプルな炉といっても原子力発電ですから、安全性を最優先ということで、まあ、私は地下に立地するということを主張してまいりました。まあ、これはもう非常に価格が安いですから、まあ、地下掘るお金の分というのはまあそれほど負担にならないと思います。でこれを日本各地で、まあ、特に電力の消費が大きいところ、例えば工業団地の地下ですとかね、それから、今だったらデータセンターが東京と大阪に集中しているんで、まあ、全国にできるだけ分散していこうと政府はしています。データセンターというのもこれ消費電力大きいですから、まあ、サーバーとかストレージとか冷却系でグッと電力食いますんで、まあ、そういったところの地下に、まあ、全国各地の地下に、まあ、そういった小型モジュール炉を設置する、これがまずは第一段階、2020年代に、まあ、しっかりとそのための準備を進めていく、まあ、これを今は、私は科学技術政策大臣という仕事もしていますので、まあ、そういった立場で発信をしています。で、まあ、そのためには原子力規制委員会が、今は大きな原子力発電所の規制基準というのをやってはりますけれども、もう次入ってくる小型モジュール炉についても一刻も早くですね、規制基準というのを作っていただかないと、また安全対策ですとかいろんなことできませんよって、だからまあこういう準備にももうかかってほしいというお話をしております。でこの間から、西村経済産業大臣に随分頑張っていただいて、まあ、アメリカとも話し合いをしていただいて、この小型モジュール炉をまず、まあ、日本でしっかりと実用化する、まあ、こういった道筋をつけてきてくださいました。で次に、未来への贈り物ということで、私が一昨年から主張していたのが核融合発電でございます。でも核ってついちゃうとなんか、恐ろしい発電かと思われるかもしれませんが、ウランもプルトニウムも使いません。使うのは重水素と三重水素でございます。だから要は海の中にある、まあ、重水素とで、まあ、いわゆるトリチウムですね、まあ、これ海の中にありますから、これを、まあ、ここから原料を取って発電をする。で高レベルの放射性廃棄物も出ない、まあ、これが核融合発電、まあ、核融合というのは重水素発電と呼んだ方が分かりやすいかもしれません。でこれはフランスにイーターってありますよね。で日本も、参加してます。まあ、ここで2040年ぐらいに実現しようということで研究開発がずっと進んできたんですが、もう待ってられへんちゅうんで、アメリカもヨーロッパもすごい勢いで今、投資をしてます。それはもうイーターに対してではなくて、もう自国で、核融合の発電炉を作ろうと、いうことで非常に安全だし、そして、まあ、二酸化炭素も排出しない、高レベルの放射性廃棄物も出ない、まあ、これはもう夢の発電だということで、まあ、1年も早くということで、今、欧米ではすごい金額の投資が進んでいます。で、これは日本も絶対にやらないかんと、いうことを一昨年来、訴え続けてまいりました。で、イーター計画の中でも、日本企業が占めている割合ってすごいです。しかも重要な技術要素のところ、日本企業がものすごい貢献をしてるんですね。で、いろんなことを考えまして、去年の9月、まあ、私が去年の8月10日の午前に政調会長クビになって、8月10日の午後に、今の科学技術担当大臣、まあ、および経済安全保障、の担当大臣になりましたので、もう早速、就任した翌月、9月に核融合戦略の有識者会議を立ち上げました。で、間もなく、
来月にも、日本初の核融合戦略草案がまとまります。そして、4月には、まあ、これが官邸で正式に決定される見込みになっています。で、まあ、遅ければ2040年で、もしかしたらもっと早くなるかもしれない。それはもう国の姿勢次第、どんだけアメリカ、ヨーロッパに負けずにしっかり国家プロジェクトとしてやるという腹を固めるかどうかにかかっているんですが、まあ、私が注目しているのはその発電だけじゃないんですね。まあ、発電はもうこれ今どんどん投資しておくと次の世代、まあ、私たちの子供たちの世代は十分に恩恵を被れますので、まあ、これは決して税金の無駄遣いじゃないんですが、今もうすでに核融合の研究、フランスでやっているITER計画の中で日本企業が持っている技術、日本企業が貢献している技術というのはもう例えば2年後とか3年後にすぐ商売になる技術が多いんですよ。だから今度の、来月あたりも大体表に出てくると思いますが、今まとめている核融合戦略の中ではこの核融合産業、まあ、これの育成というのを打ち出すつもりです。例えばその核融合というともう本当にざっくり皆様イメージしていただくしかないんですが、まあ、その中で超伝導技術、これは日本の企業が持ってます。まあ、これどんなところに使えるか、医療用の MRI、 これを高度化するのに使えます。それから、超伝導コイル、これを精密に作る技術、これも日本の企業が担ってます。でこれはどんなところに使えるかといったら、例えば海洋探査船ですとかね、あとは宇宙、宇宙船の外壁なんかの加工、まあ、これには欠かせない技術になっていくでしょう。それから、例えばリチウムとかベリウム、まあ、これを回収する技術、まあ、ここも日本企業が実は担ってます。まあ、そうしますとね、リチウムイオン電池、これ私らにとって貴重ですよね。でこれをリサイクルする技術にそのまま応用できます。それからまあ様々なこのレアメタルの回収技術にも応用できます。だからリサイクルやレアメタルの回収、まあ、これはもうすぐにでも活用できます。だから今やってる核融合の、研究、いろんな日本の民間企業が持ってる技術、まあ、これをどんどんやっぱりビジネスにつなげていきたい、まあ、これが今の私の気持ちです。まあ、私は今年から、危機管理投資、リスクを最小化するための投資を今どんどん課題を見つけながら日本は進めていくべきだ。まあ、デジタル化が進んでますから、それ消費電力は飛躍的に伸びてますよ。かといって今日本の電力供給が盤石化といったさっき言ったような、状況で火力発電所も古いところは閉じていっちゃってる、まあ、再生可能エネルギーはそれなりに、みんな頑張っていただいているんですけれども、まあ、可変性がありますよね。安定的な供給ができない。で、まあ、そうすると、まあ、円安だからじゃあ海外から帰ってこようとかで、まあ、いくつかの国でカントリーリスト、リスクがありますよね。法律がコロコロ変わったり戦争があったり、まあ、こういったとこから引き上げていきたい、日本国内に帰ってきたいっていう企業が困ってるのは、高圧の電力が安定的に供給できる体制がないってこと、あと電気代が高いってこと。だから、まあ、このあたりを、まあ、しっかりと解決していく、まあ、こういう、技術、をしっかりと進めていく。まあ、例えばデジタル機器だって、まあ、私たちが持っているデバイスも、それから通信ネットワークも今省電力化の研究をどんどんやっていただいてます。だからそういったもので、まあ、省電力化できる。で、そうすると世界中がデジタル化してますから、世界に日本の技術、製品、ネットワーク売り込みますよね。だからリスクを小さくするための危機管理投資というのは、まあ、実は成長投資になる。まあ、さっきの米粉の話と同じでございます。それから今ですね、経済安全保障担当大臣として経済安全保障推進法という法律を所管してますけれども、まあ、その中で去年の12月に特定重要物資11物資を指定しました。まあ、何があっても日本国内で必要なものは日本国内で調達しようということで、まあ、11物資全部説明していたら、時間がなくなりますので、もうあとわずかでございますので、まあ、簡単に言いますと、例えば
手術の時に絶対必要な抗菌薬、あのベータラクタム系抗菌薬っていうのは 100% 中国に依存してます。で、ある年中国から供給が、途絶しました。で、手術を延期しなきゃいけなくなった病院いくつもあります。で、手術の時に必要な抗菌薬がもう全く中国に頼ってて、で、日本国内で作れないじゃ話になりませんので、まあこれは一から日本国内で作ることにしました。だから一番もうあの根っこになる母核、まあ、母に核と書きますが母核、これも日本で作ります。原薬そのものも日本で作ります。製造ライフ日本に置きます。ということで研究開発も含めて、これから私たちに必要な小老健康は中国に頼らなくても日本国内で作れる、まあこういう体制を作ろうということで、まあ、12月、に、まあ、これ政令で決定しますが閣議決定をしたんですけれども、物資を指定して、まあ、今早速、厚生労働省頑張ってくれています。それから肥料、農家の方も肥料大変困らはと思います。で、肥料も原料のもほとんど海外依存ですよね。もう肥料で、まあ、主要のものっていうとまず尿素あります。尿素、リン酸、塩化カリ。で、尿素は 5% だけ、5% だけ日本国内で、何とか調達できますが、残りは海外です。海外から輸入です。それからリン酸、100% 海外です。で、まあ、主に中国から入れています。それから塩化カリ、これも 100% 海外です。で、ロシアやベラルーシから入れていますので、今なかなか、ちょっと厳しい状況の国々ですよね。まあ、そういうことを考えますとね、これからやっぱりそういう肥料の原料も調達先を多角化して備蓄する、まあ、これも一個大事なことなんですが、日本国内で代わりになるものをちゃんと作っていこうということで取り組みを始めました。まあ、これはこの間から下水汚泥を活用した、まあ、もう神戸市なんかでもやってますが、まあ、そういったことでやるという方法もありますし、畜産農家さんと農家さんが協力をしてですね、牛の糞、まあ、ここから堆肥を作って、まあ、農業で使う、こういう方法もありますし、で、まあ、科学的な研究で今まで使ってた、まあ、化学肥料に代わるものを日本国内で開発していくということもできます。ということで肥料の、指定をいたしました。まあ、この他にも、海外に 79% も依存している半導体、今必死こいて、日本で頑張ってますよね。まあ、国産の時代ももうじき来ると思います。もともと強かった分野ですから、まあ、これをしっかりと取り組んでいく。あと蓄電池、まあ、これもね 5G の基地局でも必要ですしね、いろんなところで必要になります。だからこういう蓄電池、まあ、EV 車にも当然必要ですし、それからお家で、まあ、太陽光発電のあのパネルとか設置してはるお家は絶対必要になります。で、この蓄電池も残念ながらご家庭用は7割海外に依存しています。で、これやっぱり国産で作っていこうと、もうだからもう蓄電池の製造そのものを国産でやっていこうということで、設備投資などへの支援も含めて、指定をいたしました。まあ、その他に永久磁石、まあ、これなんかも、家電にも必要ですし、さまざま私たちが使っている身の回りのものに随分使われています。まあ、これもなかなか日本で、調達が不安定になってきたと、まあ、いうことで指定しました。で、まあ、その蓄電池にしてもそうですが、永久磁石にしてもそうですが、必要なのがレアアースです。レアアースで、レアアース、まあ、これもほぼほぼ全量中国に依存してきましたよね。でも皆様ご存知の通り、10年ほど前にこれはもう東京大学がですね、発見してくれはりましたけれども、南鳥島周辺の EEZ 排他的水域内にですね、レアアースがしっかりと眠っている。で、その量もですね、まあ、レアアースいろんな巻き土類種類がありますけれども、私たちの生活や産業で必要になるレアアース類については数百年分が有にあるということが分かりました。で、ここのとこやってきたのは、政府でやってきたのは、それをきれいに引き上げる技術実証でした。で、まあ、昨年の夏、
大体水深 2500m のところまで綺麗に上がりましたので、まあ、今これ、私は 6000m を目指しています。大体日本の排他的経済水域4000m ぐらいのところが多いんですけれども、まあ、6000m まで行けば、まあ、本当にその数百年分私たちが困らない、まあ、場合によっては海外にも輸出できる、まあ、それだけの量がしっかりと調達できますので、今 6000m を目指して、作業が始まろうとしています。まあ、ただその引き上げる機械のですね、先っぽについている、この水揚げ機、まあ、ここはもともと 6000m を想定して作ったものですから、まあ、それほど時間はかからないと思います。今とにかく何が起きても私ら日本人が必要なものは国内で調達できる、でまた困っている国に対しては助けてあげられる、まあ、そういう状況を作る、そのために仕事をさせていただいております。で、また経済安全保障分野ではすっごく重要な技術について、まあ、国と、まあ、民間の企業と力を合わせてちょっとスピードアップして、開発をする、このプロジェクトも去年の12月からスタートしています。まあ、意外と思われるかもしれませんけれども、12月5日に公募を始めたいくつかのプロジェクトの中にドローンがあります。小型無人機ですね。で、まあ、ドローン、今残念ながら、ウクライナの戦争で、偵察に使われたり、自爆型のドローンとか爆撃に使われたりしてます。でもまあ日本では、例えば災害の時にですね、行方不明者を探すとか、それから過疎地の村に、お薬とか、必要な、食料を届けるとか、まあ、こういう実証をやってきました。それから今老朽化インフラ、これのチェックにもドローンを使われています。それから農業や林業も今ドローンを随分使うようになりました。測量にもドローンを使われています。まあ、私たちの生活にとってこれからもっともっと身近なものになっていくと思います。ただこのドローンですが、世界市場で見ると産業用の 55% が中国製で、まあ、私たち、まあ、民間で使う普通に使う生活用ではもう 70% を大きく超えて中国製でございます。大体 76% でございます。で、中国と仲悪げなアメリカですら、ドローンの7割以上が中国製です。で、中国製だったらな悪いのかって言ったら別にそういうわけではないのですが、私が心配をしているのは外国からドローンを輸入すると、これに頼った場合に起こり得るリスクです。例えばもう中に部品1個でも脆弱なものが含まれて、もしくは悪意のあるものが含まれている場合、まあ、ドローンがサイバー攻撃を受けた時のリスクを皆様には想像していただきたいと思います。例えば不正な制御信号をドローンに送信されちゃった場合、ドローンは上に行こうとして操縦しているのに下に行っちゃう。それから、操縦する Wi-Fi 端末とドローンの本体との間を遮断されちゃった場合、まあ、ドローンは制御不能になります。それから今 GPS を使ってますよね。だから不正な GPS 信号をドローンに送信されちゃった場合、ドローンは自分がどこにいるか分かんなくなります。で、もう一つ、まあ、これはいろんなところの見守りカメラなんかでも問題にはなってるんですが、ドローンが収集した情報を海外に盗まれる、まあ、そこにアクセスして丸ごと情報を取っていかれる、まあ、こういったリスクが考えうるものでございますので、まあ、これも官民挙げて、まあ、一刻も早く、しっかりとした性能を持った国産ドローンを作る、まあ、プロジェクトを、スタートさせたところでございます。これは大事なことです。だって歩いてて今ドローン、レベル4が OK になりましたよね。今までだったら過疎地とか人のいないところだったら遠隔操縦していいようだったのが、去年の12月から、制度が変わりまして、住宅地の上とか人が歩いてるところをドローン飛ばせるようになっちゃいましたよね。そうすると歩いててですね、ドローンが運んでるお歳暮の缶詰が落ちてきて、それが頭を打って死ぬとかいう死に方は私はしたくない。だからやっぱり安全なドローン、でサイバー攻撃を受けにくいドローン、これは国産で作りたい。そして今の日本のドローン、かなり残念ながら遅れてます。今アメリカや
ロシアが提供したり、イランが提供したりして戦場で使われているような、例えば爆弾を積んでですね、ものすごい重いものを積んで、長時間飛んでいけるようなものは日本では開発をしていません。今民間企業ですごい頑張っているところを読んで、だいたい最長1時間です。で、積める重さは5キログラムです。でそうすると本当に大災害なんかが起きたときに、相当離れたところで孤立集落があって、そこに必要な医薬品や食料、水を届けなきゃいけないんですけど、やっぱり1時間しか飛べない。で、また重量が5キロしか積めないというのはちょっと困りますよね。それから、これも、考えたくないことではありますが、備えとしては台湾有事を想定してください。与那国、110キロですよね、台湾から。そうしますと、その台湾と与那国の間にもし、某国のですね、戦艦が展開したとしたら、新幹線の行きで言うたら、東京と熱海の間くらいに、もう、かの国の戦艦がいて、その上空戦闘機が飛んでると想像してください。こっからやったら、名古屋あたり、名古屋よりちょっと手前あたりに、そういう状況が起きる可能性がある。そうすると間違いなく日本は戦域に入る可能性がある。そういったところで住民を早めに情報を取って避難させることができればいいんですが、それができなかった場合に取り残された方々にやっぱりお薬やお水や食料を届けなきゃいけない。そうすると長時間安定飛行ができる。重いものが積める。そういったドローンの開発は急務になってきています。それから、あと宇宙。宇宙を担当する、大臣もしております。今宇宙の世界というのも、これもの研究課題に入れまして、すでに公募を始めておりますけれども、皆様もよく分かったと思います。ウクライナの戦争で何が必要か、日本の国防で何が必要か、まずは情報収集力です。はい、北朝鮮がミサイル撃ちました、情報確認中です。で、だいぶ経ってからすでに着弾したものによって、じゃあいつ逃げるんだいと、皆さんもなんとなく不安に思ってらっしゃると思います。まずは情報収集力すごく大事。それから、どんなことがあっても通信が途切れないってことが大事です。今だったら普通の台風でもこれ通信って途切れちゃいますよね。携帯の基地局が倒れちゃいましたとか言ったら、総務大臣の時しょっちゅう夜中に電話かかってきて、もうこのエリア一体一切スマホ通じませんと、いうので役所に出たりしてました。でも何があっても通信が途切れない、世界に向けて正しい情報を発信できる、これ大事です。偽情報をどんどん拡散されたら、それに対して日本は正しい情報を出す、とか今こういう状況に置かれてるっていうのをみんなが発信していく、こういう環境は整えておかなきゃいけない。でも今静止軌道にある日本の通信衛星なんですが、宇宙っていうのは、何キロから上が宇宙でしょうか、皆さん。100キロです。100キロから上が宇宙と、呼ばれます。ただその静止軌道っていうのはもっと上の方にあって、静止軌道にある、今の日本の衛星は、3万6千キロ離れてます。だから情報は取れるんですが、通信もできるんですが、その送ってこれる容量が少ないのと、ぶちゃぶちゃ遅れて届くんで、もう全く速報性がない。で、地球に近いところ、低軌道でぐるぐる回ってる衛星もあります。これも通信もできるし、情報収集もできるんですが、残念ながら機数が少ないので、90分に1回で地球を一周してきて、10分間しか通信ができません。で、これではちょっと、困ることになるので、今私が目指しているのは衛星コンステレーションの構築です。まさにウクライナが危機だった時にイーロン・マスク氏が提供した、あのようにですね、日本の今スタートアップで頑張っているところ2社ありまして、1社が30機上げる、もう1社も30機上げる、合計60機、こういったもう衛星が常にぐるぐる回っている状況を作る。で、レーダーはもう日本がピカイチ、世界中が欲しがるピカイチの技術を持っています。合成海溝レーダー、どんなに悪天候でも火山が噴火があって噴煙だらけでも、地上が明確に映る、本当にもう明確に映るレーダー、
まあ、これは中東諸国なんかも欲しがってますが、軍事転用されたら困るので、大臣室に頼み来られてもいいお返事は決してしてませんが、こういう素晴らしいレーダーはある、まあ、これを搭載した衛星がぐる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 回る、で通信についてももう一つの、その30機の衛星が回る、まずはこの状況を作りたいと思っています。まあ、今そのことをやっています。そして宇宙デブリ、宇宙デブリの回収もこれは実は日本の経済成長に結びつきます。今中国とロシアが衛星破壊実験やっちゃったんで宇宙ゴミだらけです。だからもう粉々に砕け散った衛星がですね、数センチとか、まあ、大きいんだったら10センチとかあるんでしょうけれども、まあ本当にこれ数センチの宇宙デブリ、宇宙ゴミでも人工衛星に衝突したらもう終わっちゃいます。それから今若田飛行士がいらっしゃる国際宇宙ステーションに衝突しても穴が開きます。今国際宇宙ステーションの中で日本のモジュールじゃない外国のモジュールの部分にこれぐらいの穴が開いてます。これが大きくなるともう生存に影響が出ます。だから宇宙デブリ、このゴミの回収っていうのは徹底的にやらなきゃいけない。国際的な世論も作って、で、まあ、それに私今挑戦しようとしてます。だっていろんな国の衛星や人工、宇宙ステーションが、リスクにさらされるんですもん。とにかく、宇宙ゴミデブリの回収技術は日本が世界一と言っても過言ではないでしょう。一番早く、デブリを回収できる、その技術を日本は持っている。そして、もうあと2年待っていただいたら皆様にお見せできると思うんですが、大きなロケットの1段目、下の方はロケットをブーンって上げた時にここから下はこう降りてきますよね。ある程度まで打ち上がったら地上もしくは海中に降りてきますよね。でもこの上の部分は衛星を宇宙まで運ぶために一緒に宇宙行っちゃうんですね、1段目ロケットっていうのは。でこの1段目は宇宙空間にそのまま漂ってます。だからついこの間、打ち上げに成功した H2A、あれの1段目も今宇宙を漂ってます。あの1段目長さが11メートル幅が4メートル、重さ3トン、巨大な宇宙ゴミです。だから世界各国が打ち上げたロケットのゴミが宇宙漂ってる。これはもうやっぱり命に関わることです。で私たちの通信がそれによって途切れるかもしれない、情報収集ができない、被害を受けるかもしれないので、まあ、国際社会に呼びかけて自分の国が出したデブリは自分の国の責任で回収しましょうというルールが出来上がれば、その技術を持ってない国がほとんどですので、お代金を頂戴して日本の JAXA の民間企業が回収をする。まあこれも大きな経済成長への第一歩だと思って、私は諦めずに取り組んでいるところでございます。まあそんなことでもう私がいただいた時間が来てしまいました。まあこの後いよいよ全体が終わったので皆様がお待ちかねの、我らが伊藤正樹さんの、決意表明と、そしてこれまでやらかしてきた数々のやらかしてきたこと、そして数々の素晴らしい実績、そして、まあ、彼独特の信念、まあ、こういった話を聞いていただけると思います。まあ、私は伊藤さんを応援しています。でとにかく大切な仲間だと思っています。まあ、どうか皆様がまずはご家族に、それから職場の方とか趣味のお友達ですとか、会う人にちょっとパッと見変わってるんやけれども、ものすごい能力のある素晴らしい政治家がいるんやと、伊藤めっちゅんやという話を広げていただいたら、もう言いふらしていただいたら、伊藤さんがまたますます調子に乗って活躍できると思います。それは甲賀市のためにもなり、滋賀県のためにもなり、日本国のためにもなると確信をいたしております。どうか助けてあげてください。皆様、なんか今日ちょっと風が冷たかったりして、もう暑くなったり寒くなったり、ここのとこ気候不順ですか、どうかお体お大事にお過ごしくださいませ。失礼いたしました。ありがとうございます。
白でよかった。なよろしゅう。すみません。ということで、高市大臣はご公務にご退職されます。皆様、高市の盛大な拍手でお送りください。高市大臣、ありがとうございました。高市大臣のご活躍と政治姿勢に賛同し、高市大臣を次期総理大臣にとの声が全国に広がっています。その声を背景に昨年9月、滋賀県より高市大臣を応援する近江早苗会が糸目正樹の呼びかけによりこの甲賀市で発足しました。本日を機に近江早苗会へのご入会をご希望される方は本会場の受付にてお受けしておりますので、ぜひご入会ください。ご来賓の皆様には途中で遮ることになり誠に申し訳ございませんでした。ここで甲賀市長岩永博樹様よりメッセージをいただいておりますので、ご紹介させていただきます。本日は、糸目前市議会議員の市政報告会のご盛会、誠におめでとうございます。糸目前議員には、約5年間にわたり、甲賀市市議会議員として、共に甲賀市政の発展にご尽力いただきましたこと、また特に地域経済や福祉分野において多くのご提言やご功績を残されたことに厚く感謝申し上げます。さて、全国的な少子高齢化、人口減少、また都市部への一極集中等がもたらす地方部への影響は年々加速化、また多様化していますが、甲賀市は新名神をはじめとする充実したインフラ、培われた伝統、文化や地場産業、日本屈指の内陸ものづくり地域として、さらなる発展を望める可能性にあふれた地域でもあります。今後もアフターコロナを見据えた新たな価値の創造、市民皆様お一人お一人が幸せに満ちた尊い人生を過ごしていただける街づくりに積極果敢に挑戦してまいりますので、本日ご参加の皆様の引き続きのご協力を重ねてお願い申し上げます。本日は高市経済安全保障担当大臣が本市へお越しくださっているにもかかわらず、大津市にて同時刻に開催されている滋賀県自衛隊入隊入校式への出席のため欠席させていただく失礼をお詫び申し上げます。むつびに糸目前市議会議員のさらなる飛躍を記念してお祝いのメッセージといたします。令和5年2月25日、甲賀市長岩永博樹。岩永市長様、ありがとうございました。続きまして、伊賀市選出三重県議会議員木津直樹様よりご祝辞を頂戴します。木津先生、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。なぜ三重県議会議員か来るのかなということですけれども、私はお隣の伊賀市の選出の県議会議員であります。実は私も今選挙を控えておりまして、伊賀市は定数から3から2になるんですね。3人の現職は大変厳しい選挙になっているという中で、うちの会議会長はお前どこ行くんやということですけれども、やはり応援したい人がおるんや
ということが皆さんにご理解いただいて、それが糸目まさきであります。私も市議から県議にちょっと8年前にチャレンジをさせていただきました。その時一番力になってくれたのが実は同級生なんですね。同級生がやはり知った出来で本当に細かいところまで気につけてくれて助けてくれた。それが大きな力になって県議会に申し上げていただいた。それを思うと糸目候補提唱は同級生がこのチームはいないですよね。これはやはり彼にはハンディキャップから、それを助けるのが今日集まってくれた皆さんなんです。44歳で県政にチャレンジしよう、こんな強い思いを持った糸目まさきを皆さんの手で県政団長へ上げていただきたい。そして私たち地方議員は大好きなふるさとを守る、これが仕事であります。それができるのも自由民主党の県議会議員であります。二人とも絶対当選しまして、滋賀そして三重の連携、甲賀市東の連携をやってこの地域を盛り上げる元気を出す、ご約束しまして私からの応援のイベントさせていただきます。糸目まさき、よろしくお願いいたします。キム先生、ありがとうございました。本来ならばご来賓のお一人お一人からご祝辞を頂戴するのが本意ではございますが、時間の都合上お名前を読み上げてご紹介させていただきます。大変恐縮ですが、お名前を読み上げましたらその場にてお立ちいただきますようお願い申し上げます。滋賀県土地改良事業団体連合会会長、滋賀県中央森林組合代表理事組合長、矢森茂樹様。はい、もうええ加減正解交代でございます。元江南町町長田中翔吾様。されました。甲賀市議会議員橋本久則様。はい、どうもよろしくお願いします。甲賀市議会議員林田久光様。甲賀市議会議員瀬古育児様。甲賀市議会議員西田誠様。元甲賀市議会議員辻茂樹様。元甲賀市議会議員土山貞信様。元甲賀市議会議員的場和俊様。元甲賀市議会議員坂上佳奈子様。大変失礼では
ではございますが、お名前を呼びしていない方がいらっしゃいましたら、その場にてお立ちいただきますようよろしくお願いいたします。それではご来賓の市議会議員の皆様を代表し、大津市議会議員井内律子様よりご祝辞を頂戴します。井内先生、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。にん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 ちゃんの町にやってきました。大津市からやってきました、井内律子と申します。本日は糸目正樹先生の姿勢を語る会大正解、誠におめでとうございます。諸先輩方がいらっしゃる中、先月ではございますが、大津市からやってまいりました、私は大津市議会議員をしております井内律子と申します。糸目先生とは市議会議員時代から仲良くさせていただきまして、本当に先日も私の事務所に来られ、その YouTube 撮ろうと言って撮っていただき、一晩で編集されてアップされました。それを見て私は糸目先生の YouTube チャンネルの登録者数なんと886人でした。すごいなと思ってまして、私たち大津市議会の親和会という最大会派で作っている親和会チャンネルのチャンネル登録者数はなんと68人です。もうこれを見て糸目先生素晴らしいと思います。今日もこの会場を満席にするこの行動力、そして講演会で支えてくれておられるスタッフの皆様、本当にこれが糸目先生の素晴らしい実力だと思います。政治は人でつながります。皆さんが糸目先生の応援をいっぱいされました。糸目先生のお人柄が分かったと思います。私は30年間看護師をしてまいりました。大津市政でも看護のことや医療のこと、保育のことなどを訴えてまいりました。そして今回医療のことは大津市だけではなく滋賀県政に関わることだと思いまして、私も今度県政に挑戦することを決めました。まだまだありがとうございます。まだまだ私も一期がもうすぐ終わる頃で、未熟者で無茶な挑戦をしていると言われております。糸目先生も無謀な挑戦っていうふうに思われるかもしれませんが、私たちの思いはこの県政を良くする、滋賀県をもっともっと魅力ある滋賀県にするということを思っております。中から横から外からということで、親戚身近な方は少ないかもしれません。しかし同級生もいないかもしれません。でも外からの応援、今日ここにいらっしゃる皆様が一人一人が糸目先生お願いということを伝えていただき、熱伝導をしてください。そして私と糸目先生は4月9日しっかりと勝ち取ります。どうぞ皆さん糸目先生よろしくお願いいたします。そして井内律子も大津のお友達や親戚の方がいらっしゃいましたら、どうぞ応援をよろしくお願いいたします。お互い頑張ります。今日はありがとうございました。井内先生ありがとうございました。ではこれより糸目正樹本人よりこれまでの市政報告を踏まえて、これからの滋賀県政にかける思いを
皆様にお伝えさせていただきます。ご清聴よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。元福岡市議会議員の糸目正樹でございます。本日は、かくも大勢の皆様に糸目頑張れよと激励のためにお集まりをいただきましたことを、まずもって御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。本日は先ほどお聞きいただきました高市早苗大臣にも、この予算審議の大臣答弁の本当に忙しい中に、糸目頑張れよと、勝ち上がれよと、その激励の思いでこの甲賀市までお越しいただきましたこと、本当に身に余る光栄でございます。身を引き締まる思いでございます。そしてご来賓の参議院議員の有村春子先生、衆議院議員の小寺九郎先生、小槍隆先生のご代理、国松義嗣元知事、そして私の甲賀市議会での先輩議員の皆様、同僚議員の皆様、甲賀市議会の議員の皆様、元議員の皆様、本当に私にしっかりやれと背中を叩きに、この場にご参集いただきましたこと、本当にありがとうございます。私の恩師である山森先生も今日お越しいただきましたこと、本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。思えばですね、まあ、ちょっと私、皆様にご報告が遅れましたが、もうすでに新聞報道等でご承知いただいているかと思います。先月の1月18日付で、5年3ヶ月弱にわたる甲賀市議会議員の職を辞させていただきました。そして先ほど来ありますように、この春の滋賀県議会議員選挙に自民党の推薦候補として立候補することが、すでに新聞報道で報道されております。5年3ヶ月にわたる皆様のご後輩をいただきまして、なんとか甲賀市議会議員としての職責を全うすることができました。本当に5年余りの期間お育ていただきましたこと、ありがとうございます。まだまだ未熟ですが、これから引き続き皆様からのご支援を引き続き賜りながら、次のステップに上がって、もっと力強く皆様へご貢献をしていきたいと思いますので、引き続きのご支援をよろしくお願いをしたいと思います。思えば、5年前と比べると、本当に世の中は一変してしまったということを私は痛感しているところでございます。おそらくこの会場にお集まりの皆様も同じ思いなのではないかと推察をいたします。それは何かというと、やはり当たり前であったことが当たり前でない世の中になってしまったということが、本当にこの5年間で感じたことでございます。それは何と言っても、やはり新型コロナウイルスの感染拡大ということがあったこと。5年前私が初当選した頃にはまだそんなことはございませんでした。そしてウクライナとロシアの戦争による物価高騰、こういったことも私たちは全く想像つかなかったことが今現実に起きている。そして先ほど来有村先生や高市大臣からもお話があったように、物の輸入が止まってしまうといったことがもう現実に起きている。5年前私が市議会議員になった時に、輸入が止まったらどうするんだっていう話をしたら、まあ多くの方々に笑われていた、そんな時代でしたが、今その話をして笑う方はおそらく一人もおられないと思います。そうした世界の動き、日本国内の動き、それを踏まえてやはり地方政治は動いていかなければならない。それが私が普段お答えをさせていただいていることでございます。そしてやはりこの5年間短いようでやっぱり長かったということを私は痛感しております。思えば5年前あの方はまだお元気だった、この方もまだお元気だった、そんなお顔をたくさん思い出しております。少子高齢化、容赦なく私たちの身に迫っております。この戦後日本を引っ張ってこられた大先輩が次から次へと姿を消されていく、この寂しい状況の中、じゃあ新しい子供たちはというと、
やはりそれほど生まれていないこの少子高齢化、これそのこれは私たちの日本が、そしてこの地域、福岡市がその活力をどん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 と失っていっている、その様をこの5年間で如実にやはり見て回った、この今、この地域を歩いていて、それを痛切に感じているところでございます。こうした世界の動き、そして地域のありよう、これをつぶさに見て、私は今から申し上げる5つのことについて、これから重点的に取り組んでいきたいと思いますし、今までの審議会においてもこういったことを中心に取り組んでまいりました。市議会の実績を踏まえながらお伝えをしていきたいと思います。まず1点目ですが、私が大事にしたいのは経済の強靭化でございます。先ほどの PR の動画にもそういった言葉を使わせていただきました。経済の強靭化といいますと、先ほど高市大臣のお話ありましたように、物をまず自分たちで作っていこう、国産化していこう、そういったことの重要性です。先ほど、高市大臣もからもお話が、有村、議員からもありましたようにですね、3年前私たちはコロナ禍に入った時に、たった1枚のマスクに振り回された、たった1枚のマスクが手に入らずに店頭に長蛇の列をなした、それぐらい私たちの日本のものづくりというものは弱ってしまっている、脆くなってしまっている。それは30年以上も安さを追求して中国であるとか他の国々から安く買えばいいんだ、安さが全てだ、安さ以外のものはどうでもいいんだ、そういったものづくりを、そういったものの供給を優先してきた、そのツケが今回ってきているわけです。輸入が止まるなんてことはよもやあるまい、これが私たち30年間信じてきたことでございます。しかしこの信じてきた神話は今脆くも崩れ去っている。だから私たちは物が手に入らなくなって、大豆であるとか、いろんな品目が、家電製品とか自動車であるとか、いろんなものが納期が遅れたりとか値上がりをしたりとか、そういったことに苦しんでいるわけでございます。まずはその国産化をしていこうといったことが高市大臣であるとか、有村治子先生、小寺先生、小槍先生などを中心に、自民党は進めていっています。その流れにやはり地方も乗っていかなければなりません。3年前安倍晋三元総理はこのサプライチェーンの寸断を憂慮され、サプライチェーン対策と国内投資促進補助金というものを創設されました。1年度目が2250億円という、金額でこの補助金を設けました。それは今まで外国に工場を作って物を作っていた、もしくは外国の企業から物を輸入していった、そういった企業がそれをやめてこの国内に工場を持ってきた、生産拠点を持ってくる場合には、その補助金を政府が出しますよといった補助金を創設されました。これは非常に世界から高い評価を浴びた補助金でございました。その時、私は思いました。このコロナ禍で混乱を極めた経済を立て直していくには、これを引っ張ってくるしかない、そう思いました。そして、令和2年の6月議会において、この国内に戻ってくる企業を、どうせ国内に戻ってくるのであれば、福岡市に引っ張ってこようじゃないか、福岡市の地域経済に生かしていこうじゃないか、そういったことを6月議会でお訴えさせていただき、その9月議会で、福岡市は固定資産税の特別措置条例を改正し、この福岡市に立地してくれる企業には、3年間の固定資産税の減免をする、本社機能を持ってくる企業にはタダにする、そういった破格の条例改正をしました。それを武器に今企業誘致が進められている、そんな状況でございます。滋賀県政においてはもっともっとこの企業誘致をしっかりと力を入れていきたいと思っております。二つ目に、力を入れていきたいのが、動画でもありましたが、農業の強靭化でございます。もう先ほどから何度もお話をしているので私から申し上げるまでもありませんが、食料自給率が低いということは、取りも直さず私たちは何かあったときに食べるものがなくなってしまうということに他なりません。あの大東亜戦争の時の悲惨な食料危機、飢餓、それはもう二度と来ないと私たちは信じていましたが、そんな保証はどこにもございません。輸入が止まってしまった場合、私たちはこの 38% の食料自給率の中で食べていかなければならない。簡単に言えば、今朝昼晩3食食べているのが1日1食しか食べれないといった、そんな飢餓の状態になってしまう。
この危機的な状況は一日も早く脱却していかなければならないと思っております。高市大臣が今お話があったように、その食料安全保障を何とかやっていこう、その動きの中にあって、滋賀県も甲賀市もやはり一緒に歩調を合わせて、その食料生産自給率を上げていく、そういった活動をしていかなければなりません。しかし地域を歩くと、農家のほとんどの方がこうおっしゃいます。肥料が値上がりしている、原料がガソリンなどが燃料が値上がりしている、しかしお米の値段が下がっている、一票もう一番駅切ってる銘柄もある、もうこんなんじゃやってられへん、もう田んぼやめる、農業やめる、そんな声があちらこちらから聞こえてまいります。私たちが食べていくものを作っていただく尊い仕事を担っていただいている農家の方々が儲からないと言って疲弊をしておられる、この状況は一日も早く打開をしていかなければなりません。そのためには、先ほど高市大臣がおっしゃったような肥料の値段を国産化をしていく、値段を下げていく、そういった努力をやはり地方も一緒に研究していく、推進していく、そういった動きが大事です。そして米価の買取価格をやはり行政自身が買い取ることも含めて、それを担保していく、そしてその買い取り価格を担保していく、そういった動きもしっかりと考えていかなければならないのではないでしょうか。一つ、この効果姿勢において私が推進してきて、まだ途中でございますが、やってきたことがございます。それは、大阪の泉大津市の市長が、将来といっても相当遠くない将来に食料危機が来るかもしれない。そんなことを思って、農作物の直接買い取りをしたい。その売り先を売ってくれるところを探しているんだと。そんなお話があり、滋賀県の方に私もお招きをさせていただきました。そして、ちょっと甲賀市では今まだ調査中ということなんですが、やはりその物流コストを下げることによって、売り手は普通の市場の売り値よりも高く売れて、なおかつ大阪府は安く買える。双方にとってメリットのあるこの契約を結んでいこう。そんな話でございます。今、私が甲賀市議会議員辞任する直前ですが、市の職員も、これはちゃんと交渉していけば、お互いにメリットがあることやというふうに言って、今調査を進めているところでございます。そして私が滋賀県にこの市長を引き寄せたときに、私よりも先にやっぱり先行しても契約を進めてしまった自治体がもうすでに滋賀県内にございます。その話によりますと、40トンのお米を年間、1票1万6000円で買い取るといった、そんな契約がもうほぼ確定しているというふうに聞いております。もう実績として出始めています。こういったことも踏まえて、農家の方々が丹精込めて作ったお米を1円でも高くやっぱり買い取れる、そんな方法をやっぱり行政が責任を持って模索していく、そんなことに私は全力を費やしていきたいと思います。一つ、もう一つはやっぱり輸入を増やしていくということです。やっぱり需要が増えていくと米の単価は上がっていきます。皆さん、2年後には大阪・関西万博が予定されています。ここでやはりこの滋賀県のとりわけこの甲賀市の美味しいお米甲賀米を発信していく、海外へ売っていく、その販路を作っていく、そういった活動もやはり滋賀県として知ってやっていかなければならないのではないか、そんなふうに思っております。こういったことをしっかりと進めていきたいと思います。3つ目は交通網の強靭化でございます。まずこの甲賀市にやはり多くの若い人たちに住んで住み続けていただく、新しい若い人たちに住み続けていただく、お年寄りの方々も安心して住み続けていただくためには、やはり公共交通をしっかりしていくということが非常に重要でございます。名神名阪連絡道路の一日も早い完成、私も力強く推進していきたいと思います。また後で述べますが、災害対策、そういったことも含めて、この名神名阪連絡道路は、万が一私たちの身に何かあったら、例えば大雪で車が止まってしまった、そういったこともそうですし、今言われている南海トラフ地震の時もそうです。交通網が寸断された時のためのこの名神名阪連絡道路、重要物流道路として指定されています。これの一日も早い
完成を目指していきたいと思います。そして何よりもこの生活道路にたくさんのトラックが通っているこの高架市内の状況、多くの方々が心を痛めておられる、静かに夜眠れない、そういったお声をお聞かせいただいております。そういった状況を一日も早く改善して、多くの方々がこの高架市内で安心して暮らしていける、そんな環境を作っていきたいと思います。そして今道路の整備はどんどんとこの名神名阪連絡道路も含めて、もうすでに完成している新名神の高速道路も含めてだいぶ進んできました。今度は県道大津信楽線も3月25日に開通します。24年遠回りしてかかってきましたが、ようやく開通します。そういったことで道路はまあまあ順調に進み始めていると思っております。しかし取り残されているのは鉄道の政策でございます。諸先輩の方々が一生懸命やってこられた新幹線の栗東新駅が平成24年に完成予定でしたが、それが止められてしまった。その結果が今今日 JR の草津線の減便ということを招いている。これは間違いのない事実でございます。これは避けようと思えばいくらでも避けられた。しかし政策ミスによって今日この局面に合っているということを皆さんご承知をいただきたいと思います。この3月18日以降、津軽駅5時10分発の始発がなくなってしまいます。これをきっかけにもうこんな不便なところには住めへん、草津に引っ越そう、大津に引っ越そう、大津の人には申し訳ないんですが、まあ、そういった高架市の市民さんが増えていく、そんなことを私は心配しております。そしてそんな不便なところにはやっぱり住めへんわ、一時は高架市に住もうと思ったけどやっぱりやめよう、そういうふうに思いとどまれる方が増えていく、そういったことを心配します。私たちのように、まあ、普段車乗っている人間からするとあまり、まあ、車で移動すればいいわというふうに開き直れるものですが、やっぱり一番被害を受けていくのはお年寄り、そして高校生の皆さんじゃないでしょうか。私は会う方からこんな話を聞きました。まあ、例えば土山のですね、まあ、あんまり具体的な地名出しちゃいけないんですけども、まあ、土山の中山間地域の方々から聞きました。大津方面に子どもの高校行かしてやりたいねんけど、行かそうと思ったら下宿になってしまうと、通学が大変やと、そんなお言葉を聞きました。しかしその中、高架市では平成29年から土山の田村神社から南草津駅までの直行バスというものを運用開始されました。これは試験運行でございましたので3年の試験運行でしたが、これが導入されたことによって通学先が増えた、決して便利とは言えないけども大津の高校にうちの子供が通えるようになった、本当にこのバスええわと言ってくれた方々がいらっしゃいました。このバスはこの地域の方々にとっては人生を変える重要な路線であります。私はこの子供たちの未来を積まないでほしい、このバスは何とか残してほしいと市議会で訴えてまいりました。その結果、当初は1日3便でしたが、まあ、何とか1便ではありますが増えて4便で今運行されています。土日の運行もやってよといったことも要望してまいりましたが、そこはまだちょっと実現には至っておりませんが、これなんとかそれを守ることができました。公共交通というのは、たかが公共交通のように思われますが、されど公共交通です。これによって皆さんの人生が大きく変わっていく、そしてこの高架市の命運が大きく変わっていく重要な政策でございます。この鉄道政策、滋賀県に行きましたら、この鉄道政策を全般的に見直して、先ほど動画にもありましたけども、大阪、名古屋よりも通える、この草津線の拡充によって、この大阪、名古屋へのアクセスの良さを作り出していく、そんな高架市を作っていきたいと思います。四つ目が、先ほどもちらっと言いましたが、防災政策でございます。県土の強靭化という言葉も使いました。やはり、滋賀県は、災害が少ない地域だと言われましたが、しかし災害というものは、ひとたび起きてしまうと、非常に致命的な打撃を受けてしまいます。2011年の東日本大震災の時、私は当時仲間と共に、宮城県の南三陸町に行ってまいりました。あの津波が30メーター押し寄せたあの地域でございます。
家屋が所狭しと並んでいた南三陸町の中心部、すべて津波で流されて、瓦礫の野原となっておりました。あれから11年半が経過した昨年の夏、久しぶりに南三陸町を訪れてみました。さすがに11年経過したから、もうさすがにだいぶ復興してるだろうと、そんな気持ちで行きました。まあ、確かに当時、亡くなっていた信号機は直ってました。当時、効いていたガソリンスタンド、復旧してました。庁舎も復旧してました。魚市場も復旧してました。しかし、全く当時と変わらなかったのが家屋なんです。あの津波で流された地域には家一軒すら建ってなかったんです。未だに更地なんです。一旦破壊された町はなかなか戻らない。だから防災政策は大事なんです。起きてからどうこうじゃなくて、起きる前にしっかりと政策を打っていく、この防災政策が非常に大事なんです。このことを私は国家審議会でもしっかりと訴えてきましたし、滋賀県においてもっと力強くやっていきたい。皆さん、先ほども言いました。災害のない滋賀県と申しましたが、10年前、平成25年、思い出してください。あの水害、台風18号、やはりこの滋賀県でも大きな水害を受けました。あの、相馬川のにかかる、信楽高原鉄道の線路、橋脚が、あの水で流されて、まあ、老朽化したということが大きな原因ではあったんですが、それでもあの水で流されて、高原鉄道の線路がだらーんとぶら下がった、あの日のことを覚えていらっしゃるでしょうか。あの時、滋賀県内でも尊い命が犠牲になりました。それはちゃんと、河川整備をしっかりしていたら、防げた犠牲だったのではないかと思います。河川整備、しっかりとやっていきたいと思います。今、滋賀県の大野川ダムについては、遠回りをいっぱいしてきましたが、なんとか、諸先輩の努力によって、今、ようやく前に進んでいます。しかし、他の河川においても、まだまだ整備の進んでいないところ、たくさんございます。そして、大事なのは、やはり先ほども言いましたが、名神名阪連絡道路のような道路もしかり、そして市内でまだ整備が進んでいない県道、たくさんございます。これを一日も早くしっかりと完成に導き、皆さんにとって安心で安全なこの高架市を作っていきたいと思います。最後の5つ目です。やはり、なんと申しましても、このコロナ禍に終止符を打たなければなりません。私は、高架市議会議員選挙2回目の時には、コロナ禍からの脱却をしたいというふうにお訴えをさせていただきました。今度は、コロナ禍に終止符を打たせていただきたいと思います。もう今、政府も5月から、新型コロナウイルスは、今の感染症2類相当から5類相当に引き下げると、そんなお話に、そんなことが決まっております。この流れに乗って、このコロナ禍に終止符を打っていきたいと思います。もう今コロナはインフルエンザ、季節性インフルエンザ並みにもう弱毒化しています。私たちはもう元の生活に戻ってもいい段階まで来ています。一歩一歩元の生活を着実に取り戻して、失われた経済、傷ついた経済を一歩一歩取り戻して、賑わいある滋賀県、そしてこの甲賀市を皆様と共に作っていきたい。次の20年も賑わう甲賀市、滋賀県を作っていきたい。どうか私と一緒にその次の20年に向けて種を一緒に撒いていただきたいと存じます。どうか皆様、この私をこの春の滋賀県議会に押し上げてください。どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。お支えください。また本日皆様に講演会入会パンフレットをお渡ししております。ご家族はもとよりお一人でも多くのお知り合いご友人の講演会ご入会をお願いいたします。
それでは閉会にあたりまして、自由民主党高架支部橋本久典市議会議員よりご挨拶申し上げます。閉会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。本日はこのように会場いっぱいの大勢の皆様にご来場いただきまして、また長時間にわたりまして誠にありがとうございました。甲賀市議会ではこの1月に2人辞職を議員がされます。そのうちの1人が磯目正樹議員であります。県政に向けて一生懸命頑張るということでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。甲賀市ではさまざまな地域の皆様方、またそれぞれの市民の皆様方のご要望を国や県に要望をいたしております。しかしながら大変時間のかかるものでもあります。先ほど糸目前議員が申されてました名神名阪連絡道路など、大変何年も10年も20年もかかる事業もあります。我々はぜひともこの44歳若い糸目正樹前議員に託したいと思っておりますので、皆様のご支援、そしてまたご支援の輪を広げていただけるようお願いを申し上げまして、簡単ではございますが閉会のご挨拶御礼とさせていただきます。そしてまた合わせまして、先ほど司会の方が申されましたパンフレットが今日の封筒に入っております。また紹介カードも入っております。そしてまた、それではまだまだ足りないという皆様におかれましては、受付でパンフレットを用意しておりますので、合わせてご支援の方を広げていただくようお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後に頑張ろうコールで本会を閉じさせていただきたいと存じます。お支えいただく市議会議員の皆様、青年部、女性部の皆様、ご登壇ください。青年部の宮下良介と申します。頑張ろうコールの発声を仰せつかりましたので、僭越ですが取らせていただきます。初めてなんですいません。宮下頑張れ、頑張れ、それでは皆様ご起立をお願いいたします。
乙女さんはこれまで市政においてさまざまな取り組みをされてこられました。その取り組みの中でいろいろな問題、壁にぶつかられたと思います。ですが、その度にその壁を乗り越えてこられました。その証としてこれだけ多くの方がご参加いただいたものと思っております。そんな乙女さんにはぜひとも滋賀県政でご活躍いただきたいと存じております。それでは皆様、左手を腰に当てて肩を失礼しました、足を肩幅に開いて右手は拳を握ってください。それではご唱和ください。より良き甲賀市のため、滋賀県のため、糸目正樹さんを滋賀県政に送り出せるよう頑張ろう。それではこれにて本会、本日の糸目正樹市政を語る会を閉じさせていただきます。お出口で糸目正樹本人がお見送りをさせていただきます。本人に激励の一言をかけていただけましたら大変幸いに存じます。本日は誠にありがとうございました。お気をつけ